は私は指導運転です。どうぞよろしくお願いします。では上級の授業を始める前に、まずは信号や標識について簡単に説明をしていきます。正面画面を見てください。各信号とその制限速度が表示されています。信号を守って運転をしてください。もしわからなくなってしまったら、受付時にお渡しをした解説シートを見てください。続いて左の写真は速度制限標識、右の写真は速度制限解除標識です。運転速度や制限解除の仕方についても解説シートを見て確認をお願いいたします。では上級のデータに移ります。初級中級の授業でもお話をしていますが、鉄道では画面に表示される4つの重要なポイントがあります。中級でもこのうちの安全第一について学びました。残り3つのポイントで重要になるのが、これからお話をしていく運転曲線です。まずは運転の準備だけ行います。運転台左にある丸い所では逆転ハンドルを前に倒し、大きいハンドル、バストルハンドルもブレーキの右側に背を持ちをお願いします。今発車ビルが流れていますが、まだ運転操作しませんので、そのままお待ちをお願いします。逆転ハンドルを前に倒し、バストルハンドルもブレーキの右側にしたままお待ちをお願いいたします。こちらも運転はしませんので少しお待ちをお願いいたします。お待たせいたしました。では運転曲線について説明をしていきます。運転曲線は縦軸は速度、横軸は距離を表し、液体もどの位置で時速何キロメートルで運転すればよいかを表します。加速中は線が斜め右上に向かい、蛇行している時にはやや右下に向かっていきます。そしてブレーキをかけると線は急激に右下へと向かいます。グラフの上のオレンジ色の中に赤い斜線が入っているところがあります。こちらは速度制限区間を表します。そしてこの運転曲線には経済的で乗り心地よく時間を守った理想的な運転を描画した標準点曲線というものがあらかじめ決められています。この青い線が標準点曲線です。実際の運転において標準点曲線よりも加速・減速の回数があると、その分だけ消費電力が大きくなってしまいます。また速度がこの線よりずっとしてたっていると電車が遅れてしまいます。標準点曲線のように運転をすると消費電力も少なくて済み、到着時間を守ることができます。それではこの標準点曲線をお手本にして運転をしていきましょう。グラフの水色が加速、緑が蛇行、赤色が減速、つまりブレーキです。丸印が皆さんの運転曲線を記録していきますので、標準点曲線になるべく青点に運転をしてください。グラフの水色の加速です。バストルハンドルを一番手前に引いたまま加速をしてください。
ください。このあと減速するとグラフ
B3 と B2 の間でマスクのハンドルを B2、停車寸前で B1 です。完全に停車したら B7 にします。皆さんうまくできましたでしょうか。実際運転手はもちろんこのブラックはありませんから、運転手は速度と景色を見ながらブレーキを調節していきます。とても難しいですが、この時短制御を3ノルビをマスターして、お客様の乗り心地の良い運転を目指していきましょう。それでは今までの授業の仕上げとして、これから終了試験を行います。シンクロや制御を守り、標準点曲線に近い運転をしていきましょう。これから皆さんが運転するのは、高崎線特別快速高崎行きの大宮から阿賀駅間です。この列車の途中、宮原駅を通過します。まずはこの区間の標準点曲線を見ていきましょう。一度しか説明しないので、よく見ていてください。出発してすぐに時速 45km の制限があります。時速 45km まで加速はします。1km でもオーバーしてはいけません。すぐに上り坂がありますので、スピードが落ちすぎないように少しだけ加速をします。ただし、この時はまだ時速 45km の制限です。しばらくすると制限が解除されます。運転をしている列車の平均の長さ分、約 300m 過ぎてから加速をしましょう。制限を過ぎてから時速 100km まで加速して蛇行に移ります。特別快速列車の速度制限は時速 110km です。制限がない場合でも時速 110km を超えないように蛇行をします。宮原駅の手前の右カーブのところに時速 85km プラス 5km の時速 90km の制限区間があります。制限を抜けると宮原駅ですが、特別快速列車は通過をします。宮原駅を通過してすぐにまた制限区間があります。時速 95km の制限です。この制限区間を抜けてしばらく直線に進むと、右に、左に、カーブが2箇所あります。どちらのカーブにも制限があります。時速 100km の制限です。あとは駅に停車するまでに制限区間はありません。ホームの反対側にある、ひし形に15と書かれた停止位置の表があります。もちろん、基本ブレーキ、一段制御サンドリルでぴったりと停車をしましょう。右側のディムスモニターにも、今回のシミュレーション上の現在時刻、宮原駅の通過予定時刻、阿部駅の到着予定時刻が秒単位で表示されています。時間を守って運転をしてください。そして後半の宮原から阿部駅間には標準点曲線が記載をされていませんでしたね。この区間は皆さんが到着時間などを参考に自分で考えて加速、蛇行、減速を行ってください。では準備はよろしいでしょうか。はい、それでは終了試験を始めます。Thank you.
おめでとうございます。JD さん。学習になって当たった運転手さんはプレゼントでございますので、
一番前のところの教室の一番前から私はお願いいたします。